チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。本当に面白いです。はい、コズの趣味部屋へようこそ。はい、今回はね、前回、伝えてたと思うんですけれども、ドラゴンボールの、フィギュアを紹介したいと思います。前回もお伝えしてたんですけれども、こちらですね。あら、観客だった。はい、このね、レゾリューションオブソルジャーズ、こちらのねグランディスタっていうやつですね。レゾリューションオブソルジャーズって、前にも 何個か出てますけど、それのでっかい版ってことですよね。とにかくでかいらしいですよね。だいたい28か29だっけ、28センチか29センチで、重さは本当重い。もうこの箱持った時点でもう1キロ本当にあるんじゃねえかぐらいの重さ。これが本当ゲーセンの景品だったっていうのはすごいよね。つうかこれ取れんのかいって、あまりに重くて、いやーこれはね、あとこれが1個と、前回も言ってましたけど、ドラゴンボールスーパーの孫悟空フェスその1、はい、ブルーですね、ブルー悟空、はい、こちらと、はい、俺が一番欲しかった、通常のスーパーサイヤ人1のね悟空ですね。はい、これ2つとも重いんだよな。ゲーセンでねよく取れるよな、みんなめっちゃ重いんだよな。最近ほんとなんかこう景品の凄さってアップしてますよね。一応ね原型師はね、中澤先生ということでね、本当この中澤さんはね、本当すごいいろいろなね、悟空フィギュア出してますからね。本当この人の造形が一番好きですね、私は。はい。もうね、多分第3弾ぐらいかな、この少年悟空とかも出ますよね。はい。で、スーパーサイヤ人3。で、海王拳がね、多分2種類あるっていうのをこれ見るとね。ということでね、一つずつ開封して、見ていきましょう。どうすっかな。じゃあね、一番最初のあのでっかいやつから、開封して、見ていきましょう。はい、今箱から開けたんだけどね、この状態でも半端ねえでかさなんだけど、ボリュームがすごいねこれ。MSP の日じゃねえな本当。いやこれ SMSP ぐらいの大きさになるのかな。めっちゃでけえなこれ。いや重いよやっぱ本当に重い、よしじゃあ組み立てましょう。はい、ということでね組み終わりました。いやこれはやばい、めちゃくちゃかっこいいんですけどこれ。何これやばいなこれ、半端なくかっこいい、しかもでかい。いやほんとこれはすっごいな。
いやめちゃくちゃいいこれ、この角度といいめちゃくちゃかっこいいこれ。いやほんと重い、これどんくらいの大きさがあるんだろうな。まあ後でねちょっとあの SMSP と比べてみますか。いやほんとめちゃくちゃかっこいいこれ。いやーマジやべえ、こいつはやべえ、かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。はい、ということでもう全然もう入んないけどねもうこれね。いやじゃあねとりあえず次のね、悟空フェスのね、2つを、同時に、開封して、紹介しましょう。はい、ということでね、2つとも開封し終わりました、まずね、スーパーサイヤ人悟空から見てみましょうか。はい、こちらですね。いやめっちゃこれもかっこいい。これはやばいね、これもやばい、かっこよすぎだわ。いやこのポーズがねいいよね、カンフーポーズみたいなのね。まあちょっと明らかにこれ色がねここと後ろとここの前のね多分パーツのあれでちょっと色が違うんですけどね、これ仕様かな、それとも個体差なのかわかんないけどね。こっちらちょっとラメってんだけどこっち何もついてない感じなんだよな、個体差っぽいな、なんか外れかなで後ろこの悟空の5の字がねすごいいい、この躍動感あるこのポーズほんとかっこいいよな、めちゃくちゃ躍動感ある。いやーすっげー、さすが中澤さんだね。いやーすっごいわこのポーズのね、なんか画像は見たことあるんですけどね、それを立体化するとは思ってませんでしたね、このポーズの絵をね俺立体化する前に、何回か見てね、パソコンの壁紙とかにしてたんですけどね、めっちゃこれがなんかフィギュアとかになったらいいなと思ってたら本当にフィギュアがなったっつうねだからめっちゃ欲しかったんだよねこれ、いやーかっこいいわ、ということでこれが1体目で、もう1体がね、ブルー、はい、このブルーもいいね。いやーこの蹴りを放っているところ、いやこれもめちゃくちゃかっこいい。なんかねこの2種類だとこっちがねこのブルーの方が人気あるみたいですけどね、まあ、わかる気がする、いやこれも躍動感あふれてるよね、なんなんだろうね中澤さんほんとすげえな。いやめっちゃかっこいいわこれ、シャドウとかもすっごい丁寧になんかやられて塗られててね、いやほんとこれはいいわ。はい、こういうこのね2体、いやいいわこれ、
逆にこう、これこうやってこうでね、悟空対悟空みたいな感じで飾れますね。いやすごいわこれ、いいね、この悟空対悟空。これいいな。もうドリームマッチ的な感じで、悟空対悟空。はい。でこれに比べてね、やっぱこれはでかいよな。こう横に並べてもね、全然でかさ全然違う。これいやー今回はほんとね、やばいっすわ。このゲームセンターの景品、ここまでのレベル来ちゃうか。一回ね、天下一のね、悟空とバードックもあれもすごかったんですけど、そっから一時期ね、なんか造形が落ちたってね、結構2ちゃんとかで言われてたんだけど、これでまた盛り返したんじゃないですかね。さすが中澤さん。はい、ということでね、ちょっとこっちのね、悟空を、大きさ比較してみますか。 SMSP とね、はいはい、ということでね、飾ってみましたけれども、どうですか。 SMSP とほとんど大きさ変わらないですね。まあ、若干ちょっとボリュームがね、SMSP の方が、ちょっとね、肉の盛り付け感が違いますけど、でも大きさはね、ほんとこれはね、ちょっと台座のしてるから、ちょっと上にちょっと高さがね合ってないですけど、同じ台座に乗せたら多分ほんと1センチか2センチぐらいしか変わんないんちゃうかな。ほとんど変わんないよね。 SMSP が1回5000円だからね、それに比べたらこのボリュームは本当買い得ですよ。買い得っつうか、まあ要件というのは景品なんでね、買うっつうんじゃないですけどね、自分の場合はもう取るんじゃなくて買う派だから、まああれなんですけど、まあ、これをね本当1000円以下で、取れる人がいたらね、ほんと絶対取った方がいいですこれ。いやーすごいな、これ SMSP と並べても遜色ないって、どんだけよ。いやー素晴らしい。はい、ということでね、今回はね、3個フィギュアを紹介しました。次回のね、紹介はね、おそらく、豊田坊先生のサインもらえたかどうかっていう多分お知らせになるかと思いますけれども、チャンネル登録してない人もね、登録して、お待ちいただければなと思います。あとね、ぜひいいねボタン押してください。よろしくお願いします。では今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。